せよ、カオレンだ。はい、ということで、お昼ご飯、3時になりました。今ここね、私フェギ駅ってところに来ております。でフェギ駅がですね、大学生がすごい多いんですね。なんでかっていうと、キョンイデっていう大学があったりとか、あとソウル大のなんか別キャンパスがあったりとか、カイストのソウルキャンパスがあったり、あと中学校小学校がすごい集まったりとかして、本当にあの大学生、高校生、中学生、小学生までがすごく集まる、はい、駅でございます。でこのフェギ駅ってところを多分知ってる人はめちゃめちゃ知ってて、知らない人はもうほぼ知らない、名前も聞いたことないぐらいの、なんて言うんだろう、知ってる人と知らない人の差が激しい地域ナンバーワンだと思うんですよ。私がね、昔からちょいちょい行ってるんですけれども、大学の近くとかね、学校の近くって安くて美味しいお店がすごい集まるんですよ。で、こんにちは。あ、全然大丈夫です、大丈夫、オープニング撮っただけなんで。あなたが10番人の時から見てる。本当に嬉しい。好きなアイドルとかいますか？バンタンとか。あ、本当ですか？この間私ジョングクとこったんです。あげます。楽しんでくださいね。体気をつけて。 ありがとうございます、はい、気をつけて。聞いた？ねえ、ちょうど私今さ、キョンイデとかさ、大学の話してたじゃん。そしたらキョンイデの語学留学をしてるファンの方に会ったんですよ、今。でしかも本当に昔から見てくれてて、やっとあの語学留学に来れたということで、ぜひいろんなものを吸収して楽しい語学留学にしていただきたいですね。まあそんなこんなでね、はい、大学、高校、中学、小学校まで全部いろいろ集まってるフェギ駅なんですけれども、さあここら辺に美味しいお店があるということで、私が美味しいって探してたプラス美容院の人とか他の韓国人からもここ美味しいから行きなっておすすめされたお店でございます。フェギ駅なんですけど1号線なんですよ。で1号線で出口が1番か2番しかなくて、あのそんなに絶対迷わないと思います。ではね、いつも通り道案内から始めていきたいと思います。それではゴー。じゃあこんな感じで平均駅の出口、こんな感じですね。で、前に向かうとこんな感じで1番出口と2番出口左右で分かれております。で1番出口が、左です。なんかカメラ曇ってんな。あ、 OKOK。 いやー、なんか美味しい匂いがするよ。あ、ここカフェだ。このカフェ来てもいいかも。練乳ラテとかミスカルとかもあるよ、駅中カフェ。でもさ、フェギ学生多いから可愛いカフェとかあるかもしれない。はい、そしたらエレベーターじゃないや、階段を一番出口から出るんですけど、ここにエレベーターもあるので、足不自由な方とかね、車椅子だったりとか、あと荷物が多い方はエレベーター使用してくださいませ。はい、じゃあ私は一番出口向かいます。はい、ということで出てくるとこんな感じでね、はい、広がった感じですので、このまま前の横断歩道を渡ります。あ、ソルビンもあるんだ。やってないけど、え、今3時過ぎなんだけどやってないな。まあ、とりあえずここを渡ったら右に、ごめん、左に曲がります。スイカジュースだ。はい、ということでまっすぐ来るとこんな感じでめちゃめちゃ開けますね。そしたらどこに渡るんだ、こっちですね。そのまま前の U プラスだったりとか、はい、こっちの方に渡ります。韓国のこのパラソル良くない？日よけにもなるしさ、なんか雨降った時もいいし。はい、じゃあ渡ったら、右に曲がってまた少し直進です。アイスクリーム無人店だって。アイス食べる？そしてこのちっちゃい、はい、横断歩道を渡りまして、渡ったら左に曲がります。壁かわいい。小学校かな、かわいい。そしたらこれを曲がって、で道がそっちの道とこっちの道分かれてるんですけど、こっちの急カーブの方を、はい、進みます。じゃじゃーん、はい、見つけました。こちらシナチュクミシン
パ10組でございます。あい、うい、よん、準備中。え、待って、3時からって書いたんだけど。ネイバーにもカカオにも3時からって書いたんだけど、やってないんか。電話してみようかな。出ない。今3時半前だから、45分ぐらい待って、待って、もう一回電話し、あ、来なかったらもう一回電話してみようかな。一緒に行った韓国人の人たちもみんなめっちゃ美味しいって言って、そうなんか癖になるって言ってて。本当に私も初めて食べた味でした。ありがとう。なんかちょっと距離感あるからもうちょっと近く、楽しんでください。美味しくない。ありがとうございます。もしあれだったらこっち上がって、はい、ぜひ動画でこっち行ったら、あ、ダメだったんだなと思って。皆さん聞きましたか？今ね、私はこの10組のお店の前で待ってて、ちょうど今ね54分になったんですよ。電話してそれでも出ないって言ったら、今のねコロナ前からここにいて美味しいって言って、おすすめのね、現地の韓国人もおすすめのこのトッポッキのお店があるんですけど、そしたら今日はここがダメだったらトッポッキのお店食べに行きたいと思います。出ませんのでトッポッキ食べに行きます。とりあえずお店の名前が45年伝統ウォンジョ元祖ダボンハウスってとこですね。月曜日がお休みですね。まあ、こんな感じでいろんなトッポッキがあるっぽいんだけど、直速トッポッキと言われるやつですね。入りましょう。こんにちは。わ、めちゃめちゃローカルです。何を食べようかしら。はい、ということで真ん中の黄色いやつは具材ですね。具材、追加具材で、こっちの緑のやつがピザトッポッキ。市長さんによると直速トッポッキが美味しかったらしいんです。だから直速トッポッキの2人前を頼もう。여기直速トッポッキ주세요。네、1인분되나요혹시1인분되는데、네、양이적으세요。그러면2인분주시고지금팥핀스는하나요？네、그러면먹고후식으로팥핀스주세요。즉석으로나갈게요。네、즉석으로나오는거면금방나오겠네。여기추천받아서왔어요。저기경희대다니는그어떤친구가있는데、네、여기가맛있다고。はい、ということで、まあ、結局今も組のお店は誰もいませんで、私はトッポッキをためにやってまいりました。やっぱり大学の近くってなるとさ、語学堂が多いから、語学留学をしてる視聴者さんたちにねすごい合いますね。でもなんかね、そうあるの、なんか語学留学で1年くらいだけどカオルちゃんに会いませんでしたって人もすごい多いし。감사합니다。얘는많이끓여놨어요。네、국물거의없어질때까지끓이면되는거예요。네、눈으로보여요。네、짠。이제今から運ばれてきた時のトッポッキでございます。もう、調味料とかも入ってるのかな。これが調味料っぽくて、おでんが入ってて、長ネギ、それからお餅が入ってて、ヤンニョムジャンがこんな感じで中に入ってますね。おばちゃんの言った通り、なんかいっぱいグツグツにたくさん煮込んだ方が美味しいよということで、ちょっと待ってみたいと思います。ちょっと待ってみたいと思います。お客さんいるとさ、ちょっと大きい声出すのあれなんだけど、今こうやってね言ってくれたからすごい気が楽ですわ。おばちゃん優しいって言ってたけど本当だわ。あ、赤いトッポッキじゃなくて茶色のトッポッキですね。とりあえず気長にグツグツしてみたいと思います。見て見て、ちょっとトロトロになってきたスープが。まだもうちょっと根気強く美味しくなるまで、食べるなら美味しくなるまで、叩くなら折れるまで。ねえねえ、ねえ、ねえ、ああ、딱 맞아요。네、와진짜맛있어요。그냥떡볶이가아니라약간간장베이스인거예요。오맛있네요。간장도들어가고춘장도들어가고。오맛있겠다。간장들어가는거아무도모르는데。아진짜요？네춘장만알아요。음식은잘못하는데맛만。좋아하세요。이거면같은건쫄면이에요？쫄면이에요。쫄면인데나
라면보다 식감이 좋고요. 그렇죠. 얘는 많이 끓일수록 맛있어요. 그렇죠. 야채가 훅 날아가면 더 네. 맛있어요. 네, ね、まあ大体ね、今私と社長さんのお話で分かったと思うんですけど、これが普通のなんだっけトッポッキだったら赤いじゃないですか。で、コチュジャンベースなんですけど、これはカンジャンベースの、はい、ソースになります。で、私が今一口軽く食べた結果、辛くはないですね。で、ね、中に入っているのがこの汁がたっぷり染み込んだ、はい、おでんとちょっと長めのお餅ですね。それから。これがチョイミョンですね。大体なんかトッポッキってラーメン入れるイメージがあるんだけど、チョイミョンですね、ここが。こんな感じで、とりあえず私は何も追加せずにこれがオリジナルの、はい、中身になります。で、追加したい人はチーズだったり、ラーメンとか、あとおでん追加もできるし、お餅とか野菜、それから卵も、ね、追加できますね。マンドゥとかも追加できるし、こんな感じです。じゃあね、食べてみたいと思います。組ダメだと思って、はまた新しいとこ移動しなきゃと思ってちょっとガーンってなってたんだけど、人とのつながりって大事っすね。美味しいお店紹介していただきましたということで、いただきます。まずはチョイミョンから。うわ、これ日本人絶対好きだし、韓国人も好きだと思う。これうま、辛くない、若干辛い若干辛いけど、辛くないトッポッキでさ、群春トッポッキってあるじゃん、あれじゃないですね。あれよりもちょいピリ辛で、これはね、美味しい。お餅も超もちもちです。じゃあおでんとチョイミョン、私さ、もちろんあのラーメンも大好きなの、ラッポッキラーメンも大好きなんだけど、チョイミョン好きなんだよね。なんでかっていうと、チョイミョンってよほどのことがない限り伸びないの。ラーメンって早く食べなきゃみたいになるじゃん。ラッポッキしてもトッポッキも食べなきゃだけど、おでんも食べなきゃだけど、とりあえずラーメンみたいな。プデチゲしてもなんかスパムとかハムとかいろいろ食べたいけど、とりあえずラーメンみたいな。そういうとこあるじゃん、ラーメンをさ第一に救出しなきゃいけないみたいな。でもチョイミョンってさっき社長さんも言ってたんだけど、野菜がちょうどクタクタになるぐらいのチョイミョンが味が入って美味しいよっていうお話をしていただいて、最後まで楽しめる麺チョイミョンです。ちなみに私は普通のあの赤いチョイミョンも大好きです。いや、やっぱ大学生の美味しいお店って外れないわって言っても、大学生の人気のお店って意外とデートスポットみたいなところが多くて、韓国大学生人気ご飯屋さんとか調べると、ちょっといい感じのパスタ屋さんとか、ちょっといい感じの洋食屋さん、それから日本食屋さんが出てくるんですよ。だから本当に美味しい昔からの老舗的なやつってあんまり出てこなくて、大学生のこういうなんて言うんだろう、昔からのローカル店って探すのもすごい難しくて、今回実際にコロナ前からここに住んでる留学生が教えてくれた美味しいお店ということで、すごいなんか私の力じゃ絶対探せないような美味しいお店を紹介していただきましたね。案の定めちゃめちゃ美味しいです。ちょい辛だけど全然我慢できない辛さじゃないし、これがどうしても辛いって人はセルフでこのたくあん持ってこれるので、たくあんをこうやってベロの上に乗っけてれば辛いの収まります。チョコミも食べてなかったけどさ、トッポキも久々でこんな美味しいお店発見できて、なんか結果オーラみたいなとこあるよね。聞いて、今日実はさ、朝出てくる時からさ、ミスターとめちゃめちゃ喧嘩して、準備が遅い私が悪いんだけど、もうめっちゃイライラして出てきたの。で、私イライラしたりとか怒った時とかってなんか怒れないんだよね。なんか怒るってよりもなんか悔しくて涙が出ちゃうタイプの人間なのね。怒りが声とか怒鳴るとかで出るんじゃなくて泣いちゃうの。でも泣くってすごいなんか女の武器使ってるみたいですごい嫌なんだけど、私的にはそれは泣いてかわいそうでしょ、私の気持ちにもなってっていう涙じゃなくてっていう気持ちの涙なわけ多分ミスターだけのせいじゃなくて、低気圧のせいとかさ、なんか女性ってほら月に2回気分がめちゃめちゃ悪い日あるじゃん。
そんな感じの今日の始まりだったんですよ。じゃあまあ午前中の撮影で美味しいもん食べて自分の機嫌取ってでここに撮影来たわけですよ。よし午後はちゃんと切り替えて頑張ろうと思って元気に姉はせよ香りに見えたもできたんですよ。であのフェギー駅でね視聴者になって私はこういう一つのために頑張ってるんだって気持ちになってそうなったんですよ。みんなのために撮影頑張るぞみたいなそんな気持ちしかなかったんですけどこんな感じで歩いてきてですねあれ店やってねえな電気ついてるのに店やってねえなと思って20分ぐらいちょっと待ってみるかと思って待ってたらまたそこで視聴者さんですよ。ちょっと気分落ちかけの時に視聴者さんですよ。ここ天使としか言いようがなくない。今日の視聴者さんうまい。여기피자떡볶이는토마토그런거들어가는거예요?피자떡볶이는케찹들어가요.어,케찹이랑그치즈랑마지막에모짜렐라치즈가오면어,그러니까맛은완전피자겠네요?완전피자맛이에요.네.신기하다.신기한맛이에요.そうだ私がね、うん、4時ぐらいに入ってきたんだけど4時ぐらいだと人はいない感じで平日ね。そのフェギの方って何があるのかな。なんか観光スポット的なものあるのかな。みんなに聞いてみよう。基本的に個人的に気になることとかだったら全然自分で超調べる派なんだけどやっぱこういうのってみんなとさ共有しながら。え、やば。今さっきさあのお店の前だったさ語学留学生いるじゃん。そしたらフェギおすすめのお店めっちゃいっぱい送ってくれた。嬉しい。持つべきものは視聴者さんです。うん、いやマジうまいなこれ。저혹시옛날팥빙수많이큰가요?아니요그렇게안커요.그러면한개주세요.네.めっちゃ可愛い子ぶっちゃった。小学生にさこういう髪型で学校来る子いるよね。パッピンスって1年中食べれるのかな。ソルビンとかのザデザートになってるやつって私的に冬でも食べれる感じなんだけどこの現代パッピンス昔からのパッピンスって市場とか行くとよくやってるんだけど夏しか売ってないんですよ。昔のパッピンスとそう最近のパッピンスデザートパッピンスは全く違うんですよ。でちなみにパッピンスって言うじゃないですか。パッピンスで多分日本人の中で韓国のかき氷のことはパッピンスって思ってる人がすごい多いと思うの。でもパって小豆なわけ。ピンス自体が瓶が氷とかなんかそういう感じで酢が水なのね。だからまあ氷水みたいな感じなんだけど小豆がないピンスはただのピンスです。小豆が乗っかってるピンスがパッピンスでございます。でちなみにピンスじゃなくてピンスです。ピじゃなくてビです。감사합니다. 우와. 여름만 되는 거예요? 아니요, 사철돼요. 오. 하고 위에 올려주는 과일은 그때그때마다 다르고요. 네. 어, 엄청 예쁘게 만들어주셨어요. 맛있겠다. 짠짠. 하이, 자, 코스아가 옛날 팥빙수 でございます. 야바나요? めっちゃテンション上がるんだけど、やばい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 。これが何が昔のかっていうと、このね、まあもちろん小豆が入ってるのはそうなんですけど、この下見えるかな、このお餅、まあ、お餅というか牛皮なんですけど、このお餅が入ってるのと、それからこの、これですよ、これ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 。何かよくわからんけどゼリーみたいな。こういうのが入ってるのが昔のパッピンスなんですよ。やばい、このなんだかわからん。おばあちゃん家に行くとさ、なんか宝石みたいな感じでキラキラ光ってるゼリーあんじゃん。ああいう感じのこうなんかねちょってするゼリーなんだけど、これが入ってるのがマジで昔のパッピンスなんですよ。上から見ていくと、この上に乗っかってる果物はその時期その時期の果物に変わるらしいんですけど、今ここに乗っかってるのはみかんと、これマンゴーかな、とバナナですね。でその下に小豆が入ってて練乳がかかってて、で下にきな粉もかかっております。でその下に、氷ですね、かき氷。見て、うわぁ、さあいただきます。これをね、あの混ぜるんですよ。混ぜるんだけど、ちょっと上のフルーツが気になるから一番上の食べてみる。ん、すももです。これが、バナナです。多分実は、うん、いい日だな。さっきこれ教えてくれた子に絶対次ピンス食べるってよ。
わあ、小豆の味が濃そうじゃん。ここで出るのはね、きな粉の味なんですよ。きな粉、小豆味。うん、これがみかんです。パッピンス엄청맛있어요맛있어요응많이드세요여기는떡볶이도떡볶이지만팥빙수진짜맛집이에요언니는표현이확실하네 근데本当に私単細胞すぎて美味しいもの食べると全部忘れちゃう。원래는저기앞에축쿠미유명하잖아요 、네、그거를찍으러왔거든요근데 、네、 저기가3시오픈이라고적혀있는데 、네、 3시오픈안하더라고요전화를해도안받고하니까아어쩌지해서여기앞에서기다리고있었어요 、네、 그러다가맞아요언니기다리고있어요 、네、 저기저경례다니는친구가와가지고어여기서뭐해요하는거예요그러니까여기를먹으려고기다리고있는데안열어가지고다른데가야겠다했더니여기맛있으니까여기찍어요이렇게떡볶이도먹으러와야되고빈스도먹으러와야되고이모보러와야되고막이렇게얘기를했어요 네아맞아요 실물이다예쁘다아진짜요 、네 감사합니다그러면맛있게진짜맛있게먹었습니다 、네、 안녕하세요네하이ということでどうだったでしょうか。もう今日はもうこれ以上ねあのカフェとか行かないんですけど、もう行かなくても幸せだよね。ということで、あの心優しいね視聴者さんから美味しいお店も紹介していただきました。あ、ちょっと待って、あのチュクミのお店何時からか聞いてくるわ。こんにちは。びっくりしてめっちゃ反応してしまった。いやなんかヤフェギすごいな。やっぱり大学の近くっていっぱい会えるね。はい、ということで今回ね、まあ、あのチュクミを食べる予定だったんですけれども、まあ、予定変更でトッポッキ食べて、トッポッキもすごい美味しかったし、あのトッポッキも美味しかったんだけど、パッピンスがもうさらに美味しくて、お店自体もすごいローカルで優しいね、おばちゃんとおじちゃん社長さんたちが、はい、迎えてくれます。まあ結果オーライかなということで今回フェギだったんですけれども、私がさっきさ、フェギ何があるって、フェギ何がどんな観光スポットがあるって聞いたんだけど、それの返事見よう。フェギ1年住みましたが何もありません。ディープな韓国が好きならチョンリャンリ。今フェギに住んでます。何もないです。フェギに住んでますが観光スポットありませんが大学があります。京畿大学に留学してましたが何もありません。 C っていうなら京畿での文化祭、ということでフェギには何もありません。ということで今回はチュクミを食べる予定だったけど、心優しい市長さんが提案してくれた、美味しいトッポッキのお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。